アーネスト・エイブラハム・ハートアーネスト・エイブラハム・ハートは、イギリスの医療ジャーナリストである。1893年、ロンドンでユダヤ人の司会の息子として生まれた。ロンドンで学び、セント・ジョージ病院に見習いとなり、1856年にイングランド王立外科医師会のメンバーとなり、眼科の専門医となった。28歳で、セント・メアリー病院の眼科手術医となった。 その後、様々なポストにつき、イギリスで最初に、動脈瘤の治療で行ったことで知られる。1857年に、医学雑誌、ランセットに記事を書いたのに始まり、医療ジャーナリストとしての評価が高い。1866年8月に、医学雑誌、ブリティッシュメディカルジャーナルの編集者になり、女性の精神病患者の治療のために、同意なしに、卵巣摘質手術を行った。 外界、アイザック・ベーカー・ブラウンを非難する記事を書き、ブラウンを失職させた。1866年に、旧品法委員会の監査員を務め、労働環境の劣悪さや、貧しい人々の貧弱な医療環境の改善のための、論人を張った。ハートが編集した期間に、イギリス医学会の会員は2000人から19000人に、増え、 ブリティッシュメディカルジャーナルのページ数は20ページから60ページに増えた。佐々木秀明の漱石先生の暗示によれば、ハートは1892年にパリに渡り、当時流星を見ていた、シャリテ病院の催眠治療の疑わしい実態を、催眠術、メスメリズムと新しい魔術で告発した。その関東論文に収録されたトインビーホールでの講演。 催眠術とイカ様の一部が日本で明治25年の哲学会雑誌に催眠術と題して掲載された。原著者のみで役者名はないが、文体から小宮と与鷹によって創世記わけであると推定されている。当時日本では催眠術への興味が高まっており、その論文のイカ様に関する部分を捨てて、催眠術の驚異的部分の紹介記事となっている。 佐々木は、漱席の催眠術もしくは暗示力への脅威が漱席の関心を引いていたことの傍証として、漱席の若い頃の翻訳作業を紹介している。ありがとうございます。